さ通知を夢に例えて希望という名の切符で未来へと運ぶ電車に乗ってそれはそれで幸せなのかな僕たちは元気でいるよ疲れた顔もしない喜ぶことにかけて夢中きっと何も考えてない全てが終わる頃にそれまで流した涙とはっきりと頬に明日の夕日をグラスに浮かべて